今回は藤原町坂本地区で高齢者の皆さんを招待してふれあいサロンを開いている坂本給食ボランティアの会をご紹介します。設立のきっかけは、私たちこの給食ボランティアの会は平成18年の4月から地域の皆さんが支え合い助け合い共に楽しく過ごせる場所をということで始めた会でございます。第1火曜日か第3火曜日、血圧測定、アトラクション、または社協の方のお話とか出前講座、それでお食事会は私たちの手作りでお出ししております。訪れた人に特に人気なのは、会員の皆さんが作る旬の野菜をふんだんに使った食事です。夏は夏野菜、冬は冬の野菜を使って、味付けはあまり濃くしないように、皆さんが普通喜ばれる味にしております。いつも楽しみに待ってますって言われるのが一番嬉しいです。年に一度坂本地区の高齢者宅へ手作り弁当の配達も行っている皆さん、今後の活動についてお伺いしました。また若い方も入っていただいて、もっと楽しくみんなでできたらいいなと思ってます。これからも地域の方をおもてなしいたします。頑張ります。